Buenas noches. 皆さんこんばんは。今日は癒しのストレッチをやっていきたいと思います。特に首肩周りと、そして硬くなりがちな股関節の前をほぐしていきたいと思います。それではまずね、肩からやっていきましょう、ね、あぐらをかく、もしくは椅子に座る、ね、どちらでも構いません。背筋をまっすぐに伸ばして、手の指先を肩に乗せてください。一回肘と肘を合わせます。そのまま肘をゆっくり上に伸ばして上げていって、大きく開いて下げていきます。この時に肩甲骨ごと下がっていくように。もう一回やりましょう。肘と肘を前で合わす、合わさるかな。上に肘を持っていって、横に開いて、ゆっくり肩甲骨ごと下げて、肘を下ろしていきましょう。では体をひねっていきます。背筋を上に伸ばしてから、右側に体をひねる。ここで腰を反らないようにお腹を引っ込めながら、上に体を伸ばしていく感じでひねっていきましょう。で今度は反対側です。吐いて、で戻してきて、はい、では右の、ね、右側、ね、こうやっての皮膚をこうちょっと下に持ってきて、鎖骨を押さえて、鎖骨を押さえたら、こうやって首のね、顎を上げて、首の前を伸ばしていきます。顎を上げる、顎を上げて少し右を向く、で左を向く、で戻して、今度は反対側、皮膚をね、このエラのところ、顎のラインからそのまま折れてきた皮膚を鎖骨ごと押さえて、顎を上げる、引っ張りを感じてください。顎が上がったら、それを左に顔を向けて、左に顔を向けるとね、耳の後ろの方の伸び、胸鎖乳突筋の伸びを感じます。そして反対に向ける、はい、戻します。で一回正面、ここの正面のところを押さえて、これまた顎を上げましょう。あーって、あーって一回開いてから、うーってこう、ちょっと顎を突き出す感じで、首の前を伸ばします。首の後ろがべっちり潰れて痛みが出たりした場合は、ね、皮膚をもっと下に引っ張って、顎の上げを少し少なくしてください。はい、で、伸ばす。OK。じゃあ顎を一回引いて、首の後ろを伸ばします。OK。 じゃあ今度は、ね、ちょっとどいてくれる？ごめんね。はい、ではね、こっちを向きますよ。はい、マットの、じゃあね、マットの向こうに遠くに一回手を伸ばして、目を回す、起きた時にやるんだけど、こうやってね、一回息を吸って、で吐いて、ふーってね、こう胸を下げていきます。胸と肩を下に下げていきます。そしたら、まずは右手を左の端に持ってきて、ね、でこの右手をこう横にします。左手はちょっとどこかに添えておいてください。メインは右側を伸ばしていきます。肩を下げて、ね、この右の脇から肩甲骨の端っこのあたりが伸びて、そして腰にかけて、また腕の横も伸ばされるように、はい、こうやってね、肩を下ろしていきますよ。無理のない範囲で、肩に痛みが出たら、ね、そこまで下がらなくてもいいから、そう下がっていきます。
じゃあ今度は反対側、反対の左手を端っこに持ってきて横に、さらに横にします。でそうするとこの小指から脇、そしてこの肩甲骨の横を腰にかけてが伸ばされます。この時にお尻が後ろにうーって引っ張られていくように、手は逆に前に伸びて、そして肩がぐっと、ここがぐっと下がっていくことで伸びます。もう一つの手はどこか間に置いてサポートで、サポートしてください。首伸ばしてね、ここで、ね、手が伸ばしきれなくて肩がぐっと上がってしまう人は肩下げて、できる範囲でやります。こんなに下がらなくてもいいから。OK、じゃあ今度はこのね、肩甲骨のこのちょっと外側のあたりを伸ばしていきます。じゃあ右側から、四つん這いの形になってから右側をこう間に中に入れて、ね、ここでちょっと手のひらを上に向けて、このまた肩を下ろす。つける人は肩までついちゃうけど、ね、肩をついちゃうとどこか首や肩が痛くなる方は手を差し込んでうっと体を後ろちょっと下に持っていく感じでいいです。いけるかな。なんで肩がついた人は体重は肩のところにかかっていて首にかかっているわけではありません。伸ばせる人は上の手を伸ばします。大きく息を吸って、で今度反対側やりましょう。 OK、 伸ばしたいのはね、ここら辺だからね、この肩甲骨のら辺を伸ばしたいので、そこを意識して伸ばしていきます。手を前に差し出し、でここを落とすことで伸びていきます。いけそうだったら下までついちゃいます、はい、で伸ばせる人は上の手も伸ばす。首肩に負担がない状態です。はい、ではゆっくり戻してきて、はい、一回ねチャイルドポーズで寝てください。手は前でもいいし後ろでもいいし、ゆっくり上がってきましょう。ゆっくり上がってきたら、はい、横になります。横になってください。横向きに寝て、ちょっとねここね、足を両膝も一回曲げますね。で少し背中が、こう腰が反ってない状態を作ってください。なんでちょっとお腹を引っ込めて少し腰を丸くするような感じ、ね、腰を丸くするような感じがしたら、今度はそこから上の足を持ってこれを後ろに引っ張ってきます。でそうするとこのお膝から太もも前、そして股関節前が伸びますね。ゆっくり吐く。じゃあそしたらこのまま足と足を重ねて、手と手を前にやって、で一回手を上にやって、でそのまま後ろに、スペースがない人は、ね、肘をここで曲げる、お腹を引っ込めます、ね、で伸ばせる人は全部伸ばしちゃう。肘を曲げても同じように伸ばせます。腰が反らないようにここでお腹を引っ込めます。この後ろの手が床につく必要はありません。うまくお腹を引っ込めることで多分ね、腰が反らなくなるでしょう。でこの手の重みがね、かかってこの肩前や胸が伸ばされていきます。
はい、でもう一回上に上げて、はい、で戻していきます。はい、でも今度は反対側をやりましょう。一回起き上がってもいいし、みんなは反対側を向いてもいいし、お膝を曲げて、体背中全体を丸くするんではなく、腰のところだけちょっと丸くする。尾てい骨を少し膝の間に向ける。尻尾ちゃんをこの尻尾みたいに、この尻尾をこういってこっちに引っ張ってくる感覚。それから足を持って、で引っ張ってあげる、ね、で足をこう自分の方に引っ張ります。そして膝がこの前にあるのではなく、膝がせめて体のライン、もしくはできるんだったらちょっと後ろに。伸びを感じているのはお膝から、ね、股関節前にかけて、太もも前の伸びです。太もも前がね、張りがちな人にね、とってもいいですね。で、じゃあお膝戻してきて、合わせてきたら手と手を前で合わせて、はい、でそこから上に手を伸ばしてから、はい、で開いていきます。開き始める頃からお腹をしっかり引っ込めて、腰を反らないようにして、肘を曲げてくる。肘を伸ばしててもいいです。また上に伸ばして、はい、で曲げていきましょう。ではゆっくり上がってきて、はい、上がってきたら片方の足を曲げて、もう片方の足を伸ばします。はい、ではこの内側、こちこちからこの内もも、ね、内側の方を伸ばしたいので、手を内側に入れてこうやってスライドさせる感じで、ね、こうやって伸ばしていきましょう。はい、ではそこから今度は体を足の方に向けて、はい、で下がります。吐くたびにもうちょっと、もうちょっとっていう感じで下がっていきましょう。はい、ゆっくり戻してきて、今度は反対の足を曲げて、もう片方の足を伸ばす。体をスライド、手を内側でスライドさせるように吐いて、決して自分の体にびっくりさせるようなね、痛めてしまうようなストレッチをするのではなく、自分の体は自分が一番分かってるからね、ゆっくり吐きながら、もうちょっと行くよ、もうちょっと行くよという感じでやっていきます。体を足の方に向け、吐いて下がります。吸って吐いて、ゆっくり戻してきてください。はい、ぜひこれね、お休み前もしくは朝起きがけね、日中どの時間でも構いませんので、もしよかったらやってみてください。体のいろんな関節が本当に自由になって、とっても楽になります。今日の疲れや歪みは明日へ持ち越さない。ぜひ続けてみましょう。それでは次の動画でバルセロナより愛を込めて。